サイドでさ、前も呼ばれたボール奪ったら全員がこっちに行っとるけボール取れた取った時になってやっぱ狭いんよ。でもし余裕があるんなら逆展開すればもう一回相手動かせる。こっちに取ってガッてここで取ってんのにもう一回こっちにパス出したら相手守りやすい。行ってもし余裕あるんだったら下げていい後ろに縦急がずにとりあえずボール一回マイボールにしたいって、はい、その時もう見といてある程度取る前に、ね、入ってくれてボールまで奪うとこまではできたんだ、はい、奪った後にボールつなげてない、はい、ここに来るって分かってんだったら逆サイド展開できるって分かって取ったらすぐもうバックパスでもいい。結構ジャイさんとかも後ろ行ってくれてるから、はい、それ聞いてもうちょいリラックスすればもっとボール動く、ま、前前って視野が全部こっち、ね、そう行けるんならいいんだけど結局行ってまた取られたらさしんどいじゃん。でそこの状況判断だけまあ、取れるとこまでは球際いけるようになってるんで、その今度取った後